10月9日水曜日の全国の天気をお伝えします。まずは天気図をご覧ください。秋雨前線が離れ、東海や西日本は天気の回復するところが多くなります。一方、関東地方は雨が降りやすく、傘の活躍する天気となりそうです。天気分布予想で天気の移り変わりを見ていきましょう。青が雨の予想です。近畿や東海は朝まで雨が降りやすいものの、だんだんと落ち着きます。西日本は日中晴れるところが多くなりそうです。関東は午前を中心に雨の強まりに注意が必要です。午後はだんだんと雨が落ち着きますが、夕方頃まで雨の残るところがあります。詳しい雨の予想をこまめにご確認ください。北海道は太平洋側を中心に雲の広がるところがありますが、広い範囲で日差しが届きそうです。続いて気温の予想です。関東地方は1日を通して気温はあまり上がらず、肌寒く感じられそうです。暖かい服装でお過ごしください。西日本は昼間は過ごしやすく感じられますが、朝晩との体感の変化が大きくなります。調節しやすい服装がおすすめです。詳しい天気や気温の予想はアプリウェザーニュースでご確認いただけます。